さぎ大好き番組うさぎのおめめ第157回目の放送が始まりました、はい、この番組はワイワイテレビのスタジオから私ジョニーとうさぎ先輩こと五島さんとでお送りしたいと思います。はい、年末ですな。はい、今日がね、うん、なんと2012年最後の放送ということで。ああ、そうだね、もう年の瀬ですからな。ねえ、うん、今日もね、皆さんありがとうございます。参加していただいて忙しいだろうになんか博多さんがいないとか言って最初ね。ああ、そうなんですよ。いつも30分前にいるのに。まさかの。まあ30分前が普通だっていうのも。どうしたの？頭。今日ね、大きいタンコブができちゃったの。ああ、本当だ。はい、うん。ではでは、今日もね、うん、皆さんとチャットで盛り上がっていきたいと思います。はい。はい、さて、今日はですね、プラスラビットさんの新商品を紹介したいと思います。うん、はいはい。プラスラビットではうさぎのステッカーグッズの通信販売をしています、うん、シンプルでおしゃれなデザインで種類豊富に展開しています、うん、そんなプラスラビットさんが、今回うさぎの通院手帳ファイルを発売、うん、手帳がすっぽり入るサイズにペンホルダーはもちろんカード入れや大きなファスナーポケットもついています。ここにまとめて領収書を入れたり簡単なお財布代わりにもなるのでとっても便利。緊急時にはこの手帳ごと持っていけば安心です。今日ね、実物あるんです、うん、一目でわかる表のデザインに内部にはさりげなくうさぎの絵柄が施されています、うん、こちら開いていただくとね、はいはいはい、この黒い方ですね、うん、はい、でこちらのうさぎの絵柄は、うん、立ち耳と垂れ耳の2種類ご用意しています。その他詳しくはプラスラビットのホームページまでお問い合わせください。垂れ耳もあるんだ。はい。あ、タッカーさんがね入ってくれてますね、チャットに。はい。これちょっと今日は詳しく、これいいよおろして。うん。気をつけてね。何を？怪我させないようにして。わかりました。大事に。これね、ここに見えるかな。逆ですね。カードホルダーがあるんですよね。これ今ちょっと代わりに名刺を入れてるんですけど、ここにこうね診察券を入れたり、でここにちょっと分かりにくい色なんですけど、ここにペンホルダーがちゃんとペンが刺さるようにできてるんですよ。でここによいしょ、ちょっと取ります。でここ今これ見本でちょっと入れてるだけなんですけど、メモ帳とかまあ通院手帳、お薬手帳とかを入れていただいて、でここちょっと見えにくいんですけど、ここファスナーになって物が入れれるんですね、ここに、こうね、ちょっと今縦に入れましたけど、でここファスナー式なので、でここに領収書とかをまとめて入れておけば、ね、まあいちいちこうメモ取るのも大変でしょうから、とりあえず領収書とか薬の内容とか書いてある紙を入れておくと、後でそれを見直すとね、そうね、バラバラになっちゃうとね、そうなんですよね、分かりにくいですからね。であとこの前、いつ病院に行ったかなとかいう記録にもなるので、ね、便利でしょう、あ、そういうことか。これプラスラビットさんのプラスだな。あ、そうなのかな、赤十字のあれかと思ってたけど、違う、両方か、両方かな、うん、そうですね、でこちらの商品を来月の視聴者プレゼントに提供していただきました。ありがとうございます、こちらを2名様にプレゼントしたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。これいいですよね、なんか表のデザインもそんなに、そう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 、ね、うわさげーって感じ、やらしくないやらない、まあ、万能に使えるというかね。でこうラウンド、ちょっとここ分かるかな、ラウンドファスナー式なんで、もうこぼれ落ちることもないんですよね、狙ってこうってちょっと同じかな。いやこれ一個持ってるとね、ずっと使えるしね、いいですよね、いいね、ちょっと財布には大きいか、財布、でもなんかとりあえずお金ちょっと入れとくと、まあね、あ、そうかそうか、このチャックのね、そうそう、このチャックのところにね、とりあえず入れておけば、だって動物って結構なんか急にね、行かなきゃいけないみたいな時ありますもんね、こんなのとね、そうなんですよ、ちょっと分かりにくいかな、そうファスナーでね、結構でっかいですよね、片面まるっとファスナーポケットなんで、うん、ねえ、いろいろ考えますね。
素晴らしい。これって一色だけなの？これは見たところ一色だけです。うん、で立ち耳バージョンと垂れ耳バージョンがあると。あの当選者の方の希望に合わせて、はい、送っていただけるということなので。うん、はい、いいでしょ。これなんか定価1500って今チャットにあった気がするんですけど。そうなの？普通に買っても安いですよね。うん、でもこの番組に投稿すると、うん、なんとタダでもらえるかもしれない。1500円もお得。いいんですかね、こんないいものを提供していただいちゃって、ね、すみません、ありがとうございます。まあ、外れてどうしても欲しい人は買うしかないな。もう買ってもいいじゃんね、うん、買いなさい。欲しい欲しいってなかなか買わん人を知ってるけど。まあね、うん、いやもうこうプレゼントにもね、決して困るものじゃないし、うん、まあ、なんなら人間用で使っていただいても、うんうんうん、悪くない、うん、いい商品だ。素晴らしいね、うん、ペンホルダーあるのいいですよね。うん、でね、うんうん、いやいいいいいいよ、うん、これまだ新商品で、もしかするとここのサイトにはまだ、うん、私が確認した限りではまだ載ってなかったんですけど、うん、ちょっとその辺聞いてください、プラスラビットさんに。うん、はい、うん、ありがとうございます。はい、ではでは今日はここで一旦コマーシャルです。はい、
はい、ではでは、はい、今日も皆さんからたくさん投稿が来ています。なんとありがとうございます。では順番にご紹介していきます。まずはくぼっちさんからの投稿です。はい、いるかな。いるよ。あ、いる。そう、うさぎの名前もみじ、女の子、3歳ミニうさぎ、オレンジ。うさめ部の皆さん、こんばんは。くぼっちです。こんばんは。投稿回数52回、すごいな、うん、とうとう本年最後の投稿になりました。1年早かったです。ありがとうございます。今年を振り返るとイベントで先輩たちにお会いしたり、うん、スタジオ出演を2回もさせていただき、おめめの番組を楽しむことができました。いや、ありがとうございます。それと同じようにうさめ部の皆さんとチャットで盛り上がったり、イベントでの交流もいい経験になりました。もみじと暮らしておめめの番組を知って毎週が楽しみになっています。いい人やな。いい人だな。原田さん、うさぎ先輩、ジョニーさん、まっちゃん、本年お疲れ様でした。今年も来年もまた楽しい番組を作っていってください。はい。チャットに参加している皆さんへ、投稿の写真動画、本当にうさぎさんに対する愛情が伝わってきます。みんなうさぎさん大好きなんですね。来年も番組に投稿しておめめの番組を盛り上げていきましょうね。では良いお年をお迎えください。今回の投稿は2012年頭毛下半期総集編です。今回の見どころ、下半期も頑張ったもみじを見てくださいです。そっか、いやすごいよね。うん、くぼっちさんが一番うさぎ好きなんだなっていう、うん、伝わってきましたけどね。うん、イベントを行ってもね。あ、あら、マントだ。パクっちゃったな。え、ママじゃね。いいのいいの、もみじプロダクションだから。結構なパイプ持っとんだ。数々の何を、ね、うん、優しいウサギさんだね。飼い主を思うね。飼い主の気性っていうのもやっぱりあるのかな。 あるかもしれないですね。やっぱ穏やかな人には穏やかなウサギでもないかもね。言いながらなんかあれと思った。ちょっとそれは言い過ぎかなと思って。ちょっとそれはないわって。ほら、もみじプロダクション。あれ、なんか立派になったね。合併したの？いや、合併もいい方向に行くときがあるんだね。うん、そうか。いや、これは本当にゲーですな。ゲーですよね。うん、僕結構超えられるうさぎさんをまだ見たことがないというか。そうだね。うん。うん、なかなかやってやれないよね。もうあそこまではね、ないですよね。はい。はい。ありがとうございます。続きましてケイティさんからの投稿です。うさぎの名前リュウジ、うん、うさぎのおめめの皆様こんばんは。こんばんは。今回は熟睡しているリュウの動画です。リュウは人間が帰宅しても全く気づかずに爆睡しているので、ついついいたずらしたくなってしまいます。今回はおやつを使ったいたずらです。他のいたずらもあるんですね、きっとこれ。この文面からすると。ケイティさんいますね。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなウサちゃんさ、うん、野生だったら食べられちゃうね。うん、人が来てほら見てこのアングル。もうベターってなってる。でもあれケージ開いてるんですよね。あの柵が見えない。ああ、そういうこと。うん、すごいな。ねえ、この子は生きていけないね。いいじゃん、ケンティさんがおるもんね。あ、ほら空からおやつが。なんだあれ、わかんないけど入ってくるかな。なんだろう、乾燥サキイカじゃない。サキイカ。近づけると、おお、寝起きにすぐ食べる。面白いや。乾燥パパイヤ。
あのすぐね、うん、食べれるんだね。ね、どの辺で気づくんだろう。なんかもうほごしてからだよね。寄ってくるのかなやっぱり、うん、これだって言ったね。あんな爆睡してた、寝てたのにね。すごいな。はあ、すごいね、それはそれで本能的だね。よく起きたなってやっぱ食欲が勝つんだね。 あんな寝ててもね。あ、そうです、乾燥パパイヤです。目の前に来ないと起きないです。それでも起きないんだね。だって本当に敏感な子ってもう袋の音だけでね、来ますもんね。ていうかもう一回人が帰ってくるとさ、ピクッとなるんじゃない。あ、そうだね、それまでは寝ているという。あ、そうなのね。いやすごいですね、うん、信頼されとったな、きっとね、よっぽど安心して育ったんだろうね、うん、ケイティは俺に悪いことせん。絶対もう信頼をしとる。すごいな、うん、でも鼻をピクピクしますって。あ、そうか。でギリギリまでなんかまあいいやってなるんだろうね。あはい、ありがとうございま す、はい、これからも投稿お待ちしてます。だってもう一人いますもんね、ケイティさんとか。あ、そうか、うん、うん、はい、はい、続いてはふーくんのパパさんからの投稿です、はい、うさぎの名前、ふーくん、らんちゃん、ほか、多種多数、うん、種類、ネザ、ホーランド、ジャージーウーリー、アメファジ、ミニレッキス、フレンチロップ、ライオンヘッド、うん、もうほとんどですね。うさぎ先輩、ジョニーさん、うさめ部の皆さん、こんばんは。こんばんは。ふーくんのパパです。はい、ナバリうさぎオフ2012秋の映像第2弾を投稿します。うんうんうん、ちなみに第3弾まであり長編になってしまいました。今回もたくさんのうさぎさんが登場しますよ、うん、ナバリうさぎオフについてですが、うん、数年前から始まったようで、うん、我が家は参加して3年目です。ロップロップランドさんでお買い物した時やホームページに小さく載るぐらいのローカルなお散歩会ですが、毎回40羽近くのうさぎがいつも公園に集まります。いつものね、いつものね、ちょっと離れた公園ね。うん、人間はというと、一家族で 2,3 羽連れてくる人もいるので、人間の数もウサギと同じぐらいだと思います。開催されるコンテストについてですが、気に入ったウサちゃんを3羽記入して投票して決めます。優勝したウサちゃんは、その子の写真が入ったオリジナル缶バッジが作られ、次回のお散歩会でみんなに配られます。これまで、ふーくん、らんちゃんの缶バッジも作っていただきました。ってことは入賞したんだね。また、サークルやリードについている小さな木でできたネームプレートは、ロップロップランドさんのスタッフさんが毎回作っていただいているものです。そうなの？すごいな。皆さん、サークルの飾り付けなど個性があって、見ているだけで楽しいですよ。そして、交流を深めながら名前を覚えようとしているのですが、なかなか覚えられないので、写真やムービーを撮り覚えています。パパ軍団とは、ウサギだけでなくカメラ談義にもなり、カメラやレンズ、セッティングの話し合いで盛り上がっています。なるほど。そうなんだ。博多の白うさぎさん風に、今回の見どころ。今回は BGM に先輩の好きな大人のジャズにしてみました。ありがとうございます。みんなの音声もそのまま入っているので、雰囲気が伝わるかと思います。ビデオを撮りながら写真撮影だったので、ベストショットではありませんが、その時の写真も織り交ぜました。皆さんの知っているうさちゃんも出てきますよ。ほのぼのした雰囲気を味わってくださいね。よく頑張った。大人のジャズすごいですね、はい、シュパン。ケイティさんがなんかグガタイしてんじゃん。マイクが遠いのか、音声センターは小さいのか。すいません、今マイク1本だけだったね。あっつったまあ、普通に聞こえるかな、音がね、はい、
親切にさせていただいていただけると助かりますよね。いやチャットっていいっすね。最近2本だったからまだ慣れないんですよね。あ、そうなんだ。風松さん、今これ何？風松風ちゃん？そらちゃんに？姫ちゃんに？あ、大きくなった？松風って、あのページじゃん。おお。そら、姫。そらちゃん。ないです。ライオンですか？そらくん、女の子っぽいの着てない？音声 OK です。40話もいたら終わんないよね。1回2回会うだけの毎週やってても未だに錯乱するね。ウサギの名前と投稿者の名前もね。母ちゃん、プレートを、そうそう、スタッフさんがすごいね。まああんなプレート作ってもらったら毎年いかないともったいないよね。コラちゃん、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 だっけ、リルムだっけみたいな感じになりそうだね。このさ、カメラ談義もいいしさ、ああいうなんか新しい小屋が出たとか、あ、ミルクちゃん、あ、ミルクくんだ。ね、あの商品がいいの悪いのっていう情報交換も。もっとこう遠くからの風景見てみたいですね。どのぐらいの団体がどんな風に集まってるのか。男性の割合はどれぐらいとかね。そうですね、流れだったらね。なんでこの企画大きくなんないんだろうね。40話も集まって、ちょっとウサギのおめめも応援しなきゃだね。これぐらいで多分いいんだろうねかな。あ、そういうのもありますよね。ワイワイやる感じがさ。はい、いやいや、ありがとうございます。まだ第3弾あるんでね、年またいでの、はい、投稿お待ちしてます。春にもあるんだよね。うん、春にもお散歩会があって、うん、行けるといいな。はい、頑張りたいと思います。前向きな意見でした。前向きにご検討したいと思います。頑張る、頑張るて。はい、ありがとうございます。続きまして、ニコさんからの投稿です。はい、今日一番に参加していただいてね。うさぎの名前、みかん、メス、レザー、2歳9ヶ月、はい、うさぎのおめめの皆様、こんばんは。こんばんは。ちょっと前の話に遡りますが、うさぎのおめめ3周年記念の時にいただいたジェックスのうさぎのトルソーのお礼の投稿です。投稿ですね。うさぎさんの名前も決定したので投稿をご覧ください。あ、そうなんや。そしてテーマのうさぎのおめめについて、投稿も視聴もおかんともども毎週の楽しみです。おかん見てるかな。おかん、おかん。そしてうさともさんとチャットで交流できるのも楽しみの一つです。またあけみさんが元気になられて番組復帰されるのを耳を長くして待ってます。うん、うさぎ先輩、ジョニーさん、まっちゃんさん、来年も楽しい番組作り頑張ってください。
それでは皆様、良いお年をお過ごしくださいませ。他見てる？おかいや、ボボちゃんの名前がね、決まったということで。そうそう、キクゴのボボです。お、そんなんでいいんか。おかん見てますって。もうちょっといいお名前あったと思うよ。もっと好きにつけていただいていいんですよ。ボーボーの枠から立ってくれ。みかんボーボーちゃんばい。くぼっちはまだシロちゃん仮名のまま。全然仲良くできてませんよ。やっぱ名前が悪いんじゃないですかね。いや、みかんに伴ってなんかこう、そかそか、デコポンとか。デコポン、昨日食った。全然ガン無視ですよ。ガシガシやられてるな。ほらへこんだ。なんか、あっちの方が可愛くないか。ん？あっちの方が可愛くないか、ちょっと。そんなことないよ。ないな。人のものがよく見えるだけだよ。でもね、あっちの方が綺麗だね。確実にね。確実に言える、それは。おっ、やがってる。おっ、ほんとだ、長い。なったじゃん。大きさちょうどいいな。ね、これ非売品だからね。大事にしてください。そうですね、なんかハーネス着てないみかんちゃんって変な感じしますね。うん、すごい裸を見てしまったような。はって。あ、うさぎなんだみたいな感じがありますね。あ、キクゴのボーボということで、あの、もし他の名前があればそれでもいいよね。全然他の名前でいいのにね。うん、ボーボー仲間も集めていかなきゃな。、うん、はい、いや、よかったですね。うん、はい、はい、ありがとうございます。続きまして、あず、さんからの投稿です。はい、うさぎの名前、シアちゃん黒色、リアちゃん茶色。はい、性別女の子、種類ミックス。皆さんこんばんは。こんばんは。いよいよ年の瀬に迫ってきましたが、体調はお変わりないでしょうか。今年はプレゼント企画に参加させていただきありがとうございます。あ、ラーパキデザインさんですね、あず、ね、さんは。うん、はい、来年も引き続きプレゼント企画に参加させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。皆様、良いお年をお迎えください。追伸、うさぎ先輩、プレゼント企画で僕にラパキデザインのステッカーを当てるというミラクルを起こさないでください。え、その場合はもう一回引いていいのかな。でもやりそうだもんね。やりそうっすね。出たって言って、これ言ったらやりますよ多分。そういう奇跡がね。そうそうそう、その辺に、ね、うん、まあ再抽選か、うん、まあそのままか。あ、 OK ですということで。これやれって言ってんのか。やれって言ってるんだよね、これ多分。一回はやれよお前みたいな。はい、ということでね、うん、シアちゃんとリアちゃん2歳だっけな、うん、この前の、うん、そうだね、ね、2歳ぐらいの女の子、うん、内容は全く触れてないんですけどね。うん、うん、はい、シアちゃんリアちゃんのね、はい、映像です。これはね、シアちゃんでもリアちゃんでもないです。これは大久野島さん、なんだろう、あ、じゃない、こんなにいるもん、ね、これはなんですか、おかなは分かんないけど、リアちゃんとキアちゃんのグッズとかね、説明がないんで、ね、この茶色い方がリアちゃん、うん、覚えてくださいね。ミックスの女の子だね、はい、可愛いですね。
そういう時期に差し掛かったあるんだね、人生にはそういうタイミングがあるかわいいね、オレンジよりはもっと茶色な感じですね。そうですね、かわいいのウサギだけじゃないんですよね、奥さんも可愛いんですよね。あとジュニアちゃん、ジュニアちゃんもね、黒って書いてあるんで、黒だな、可愛いですね。2匹とも同い年かな、兄弟かな、そういう説明は全くないので、おお、女の子だもんね、あ、姉妹なんだ、すごい、姉妹で買ったと思う、姉妹であんな色が違うんだね、違うんだね、ねえ、増えましたねこの番組も、うん、そっか、ラパキさんもそうだけど、うん、結婚してすぐウサギ飼うっていう持って誰ん、俺俺あとクボッチョみんなそんな感じなんですか、男性は。意外とフー君のパパもそうかもしれない、あ、かもしれないですね、博多さんとかさ、博多さんどうなんですか、俺も俺もってなってそういう時あるないないたまたまここにそういう比率が多いだけだよ、おかしいな結婚したらぜひうさぎさんをってあ、うちは違うって言ってるよ、あ、違うんや、ほら先輩はね、うん、なんだったんだろうなあれなんかね、まあでもなんとなくわからなくはないかもしれない、うさぎ好き男性あるあるだと思ったんだけどいきなりなかったのなかったねうち違うって言われたいやでもなんか結婚してあえて犬とかではない感じはありますよね、そう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 、なんとなく、なぜウサギに行ったっていう萌えちゃんのパパ悲しいこと言わないであいやいろいろあるよ、買ったら結婚するかもしれないし聞いたことはないけど逆パターンってやつ、いやウサギはいいね何のことやらはい、ありがとう、こんなこと言ってしまってありがとうございます、あ、そしてラバキデザインさん、ありがとうございます、商品提供の方、はい、どちらが寂しがり屋か対決っていうことね、はい、俺相当寂しいそんなもんだっけウサギってよく分かんなくなってきたぞはい、ありがとうございます。続いては、タカさんからの投稿です、はい、おめめの皆様こんばんは、こんばんは、プラスラビットのタカです。先日行われたウサンタクリスマスに参加してきました。こちらですね、うんうんうん、一部二部共通のアリスチケットで満喫してきました。アリスチケットはどれに当たるの、寒い日でした。あ、私のアリスのテーブルにはミヤさんもアキパンダさんもいましたよ。プレミアムチケットだぞ。おー、寒い日でしたが会場はとても暖かく楽しかったです。他のウサギイベントにはないスタイルで客席のパーティーです。うん、
せっかくのうさぎと行けるパーティーなのに、ウモとウモカはお留守番でした。雨で超寒かったのと、ウモは高齢で長丁場の心配、まあパーティー自体がね長いから。そしてウモカはまだ 0.7 ヶ月で、ハーネストレーニングもろくに外出もしたことがないので、いきなりの人混みに不安があってのあったので、お留守番してもらいました。来年はウモもウモカもきっと行けると思います。ウサンタクリスマスに行けなかったおめめの皆様のために、ざっくりですが写真で雰囲気をレポいたします。それではどうぞ。ブルジョアチケットってことは、ミヤさんもアキパンダさんもこのブルジョアチケットを買ったってことですね。そういうことね。これ外観なんですよ。すごいやん。めっちゃいい感じじゃないですか、クリスマス。どこの国これ。これね、東京です東京イン東京ですよ。すごいな、ほら、なんかもうすごくない？すごい洋館って感じ。あ、ドナルドさんも行ったって。すごいやん。何東京、東京め。で、これの地下なんですよ、ウサギの穴っていうコンセプトなんで。何それ、ちょっと素晴らしすぎるねえ、だってあのね、洋館の中入っていきなりあのライトがあってさ、こっちですみたいな。これは、これ人間よ。これ人間よ。もうワクワクするよね。石だ。おお。だからなんで。なんでそれしか見なかったんだ。他にもいろいろあった。だってグランドピアノがあるんだよ。グランドピアノだな、主催者様。うん、どっちだ、左じゃない、うん、中山さんとは。山、うん、これウサビッチ、非売品のウサビッチの非売品だよ、非売品。じゃんけんで決まった。しかもミヤさんが取ったっていうね。マジですごいやん。ミヤさんどんだけ。あ、ドナルドさんももらったよって。え、そうなの、ウサビッチ。仮面ライダーの俳優さん。え、誰誰。これこちらについてはまた番組の最後でもちょっと紹介しますけど、V3 の宮内優さん。すごいよね、なんか丸テーブルに、ちゃんとテーブルもね、セッティングも。あれ地下なんですよ。地下っぽいよね。これは特別でしょ、ね、なんかいろいろあるね、ワークショップみたいなのもあって、
めめも協賛してるんですよ。なんか申し訳ねえな。おしゃれの仲間入りしちゃいましたよ。映像が流れるって言ったよね。はい、映像流れてたと思います。神社も協賛。キレンジャー好きやったって、あれ、あ、オレンジャー。完全予約制だもんね。すごい。すごいな。すごいっすね。すごいしか言えん。あんなにおしゃれとは正直思ってなかったというね。あんなムーディーな感じなんですね。はい。タカさんありがとうございます。まああのまあね、一応こちらについてはまた後日番組の方でも。うん、取り上げたいなと思いますので、そうなの、楽しみに、はい、しててください、はい。それでは今日はここでも一旦コマーシャルです。ちょっといつもと違うコマーシャルですので楽しみにしててください。トップブリーダーのウサピカ、もう諦めない尿石汚れ、尿石バリアコーティング、泡の力、アロマミントの香り、輝き、感動、清涼感、トップブリーダーのウサピカシリーズ。これでいいですか。何、すごい洗礼された。あ、これ高さんがあの送ってくれたんですよ、あのプラスラビットさんのコマーシャル。
ふむふむ、皆さんね、ぜひ気になった方はプラスラビットで検索して見てください、うん、あとラッパキデザインもね、うん、うん、ありますね、うん、あ、オッケーオッケーで、よかったよかったはい、ではでは、まだまだ続きますよ、はい、続きまして、アキパンダさんからの投稿です。ウサギの名前、ジェフ&フィグ、性別、2人ともオス、種類、ネザーランドドワーフ&アメリカンファジーロップ。ウサギのお目目の皆様、こんばんは。こんばんは。年末が予想以上に忙しすぎるアキパンダ、はい、17回目の投稿です。ありがとうございます。生放送も見れるかどうか、とっても怪しい忙しさなので、今回は写真1枚で失礼いたします。いますよ、ここに。勇気あるなこれでって感じで。さて、忙しいと言いつつ、しっかり写真撮影会には参加しており、うん、クリスマスイブにバニーファミリー横浜とうさぎ屋さんのクリスマス撮影会に行ってきました。中でもバニファのシャンパンゴールドのハーネスが冬らしくてゴージャスでおしゃれ、うん、ジェフとフィグの男2人を女装させ大興奮の飼い主でした。かわいいもんね。また今年を振り返ると、やはり今年一番のニュースはフィグちゃんをお迎えしたことにつきます、うん、外見も性格もジェフ君と全く違い、とっても手のかかるやんちゃ坊主ですが、その分可愛くって仕方ありません。悲しいかな、写真でその可愛さが伝わりきらないフィグちゃん。来年はもっと多くの方にフィグちゃんをモフモフしてほしいですそしてもちろん、世界で一番可愛くってかっこよくて賢いウサギのジェフ君も今年は大活躍、うん、大阪まで旅に行ったり、ムック本のマッサージモデルを務めたりしました。母の私はウサバカドに拍手がかかり、もう重症、手の施しようがありませんいいんじゃないですか年末年始は私はジェフ君と実家に帰省し、フィグちゃんは火星ウとして、火星ウね、ウサギね、ヨンウサちゃんのいるお宅に住み込みで働きに行きます。預かられるのね。皆様も良いお年をお迎えください解釈はいろいろだ家政婦としてね、行くということで、はい、家政婦精力的だな、なんか名作劇場見てるな、はい、ほら、シャンパンゴールドの、シャンパンゴールドいいね、かっこいいね、あの耳についてるティアラ、ピーンって耳がさ毎回フィグちゃんはあんな感じだね、耳がハチマキ巻いたりさまとめれるとこはすごいすごいね、あれ年賀状かな、あ、そんな感じだね、今年も来年もよろしくお願いします、ね、いいじゃん、豪華にするなら徹底しないとね、この耳すごい嫌がらないんだね、ね、なんかもう、なんだろう、あれ頭巾みたいなのかぶってるよね、フィグちゃんは、あ、じゃない、うん、あのジェフ君は、うんうん、すごいな、うん、撮影会、へえ、ね、確かに冬らしい感じだったね、うん、うん、うんうん、ね、撮影会に行ったり旅をしたり、うん、家政婦になってみたりね、いろいろありましたね、ありがとうございま す, います、これからも投稿お願いします、はい、まだ17回目だからねそうだね、上には上がいますんで、そうだ、ね、はい、続きまして、はい、マリさんからの投稿です、はい、今日見ない、今日はいないですね、うさぎの名前、ねね、ミニレッキス女の子、うさめ部の皆さん、こんばんは、こんばんは、今回の投稿写真はねねハウスクリスマスバージョンです、うん、皆さん体に気をつけて良い年を迎えてください。また来年もよろしくお願いします。お願いします。今日はいないんですね。そうですね。あ、いるじゃん。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 海物語さん。ほら、こっからはね、後半はクリスマス投稿続きます。おお。すごいね、リースつけて、メリークリスマスつけただけで。いるよ、いるよって。いい感じになってますね。すいません。つけてるじゃん、ケジはつけやすそうですよね、うん、いいじゃん、このうさちゃんからは全く見えないデコレーションぶりがいいね、うん、そのうちなんかイルミネーションやってみたりとかありそうですよね、あ
上に真上に荷物を置いてるのが気になって気になってね。何でぐしゃってなっちゃう。突っ張りが壊れないかとかね。あれですかね、あのマリさんところも結婚してから買ったタイプですかね。うん、そうなの、うん、そうなの、うん、年齢が書いてないんで何ともあれなんですが、そうなんですかね、マリさん、キャットネーム海物語さん、そうです。知らない、勝手に言ってないって。絶対いいようだよなんて書いてあるんだ。絶対そうだって言うて、多分ね、そうですね、うん、そうなんだね、うん、いやいろいろある、うん、あ、そっか、イルミネーションは飾るとね、コードかじるかもだからね、危ないね。みんな言わないだけでね、意外といるんだって。あ、結婚してから買っちゃいました的な、うん、結婚を機に買いました。あ、そうなの。そっか、俺の周りにはいないけど。そんなことね、言えないんだよ多分。そうね、はい、はい、ありがとうございます。ぶっちゃけようよって。そんな恥ずかしいことなの。逆に。はい、ありがとうございます。続いては博多の白うさぎさんからの投稿です。あけみんさん、先輩ジョニーさん、うさめ部の皆さん、メリークリスマスでした。でした。皆さんはどんなクリスマスを過ごしましたか。我が家は仕事に追われ、クリスマスらしいことを 何もすることなく終わってしまいましたが、大ちゃんキッキにはサンタさんが来てくれました。今回はその投稿です。最初に出てくる写真はコルク栓で作ったサンタとトナカイです。ちなみにこのサンタさんのヒゲは大ちゃんのダマダマ抜け毛です。マジか。元祖今回の見どころ、サンタさんが来てよかったねと乾燥リンゴもらったよです。年内は今夜が最後の放送ですね。今年も楽しい放送ありがとうございました。良い年こん良い年越しを、うん、年越しを年越しを過ごせますように。ありがとうございます。本当博多さんには、ね、もうですね、毎回毎回参加していただいて、うちに来なかったってサンダさんが。これですね、このおひげが大ちゃんの毛だっていう。すごいじゃん、真っ白だね、白うさぎだからね。いいね、作ったね、ねえ、ひげアップ希望。どこまでアップしても白い毛だよ。あ、そこ両方ともコルクだね。ってことはこんだけ開けたんでしょうね、ワイン。いいじゃない、シャンパンか。でっけんだよなこのサンタが。これランプですかね、なんか光る。あ、そうなの、違うかな、置物かな。うん、ワンちゃんの絵柄、バスタオルから本当だ。変わったんですよ。サンタでかいですよね、うん、高さがだって、ね、キッチンがある。キッチンがある。何なんだろうあれは。ね、そう、すごいなんか本家のサンタさんみたいな。キッチンマットがーってニコさんが。どこ見てんの。大ちゃんはね、ネザーですよ。
そうじゃない？サンタさん来ましたか？先輩ところ。いや、うん、うちは来ましたね。ゴニャゴニャになっちゃったよ。ちゃんと夢与えれました？子供に。まあまあまあ。まだまだ大丈夫。まだまだ大丈夫。夢は任天堂さんかバンダイさんが与えてくれたって感じですかね。タカラトミーです。タカラトミーさんか。いや、はい、はい、よかったね、はい、よかったです。うん、うん、乾燥リンリン大好き。あ、乾燥リンゴね、うん、何でも食べますよってウサギ大福さんが。ウサギ大福さん。ウサ大福さん。はい、あの置物が一番気になったんですけどね。ねえ、なんだろうね、どこで買って何に使うんだろうみたいな。うん、気になるな。気になりますね。あの部屋はどこなんだろうとかね。ん、あの部屋はどこなんかなとか。キッチンでしょ。キッチンかな。そうなんですね。キッチンじゃないか。はい、はい、ありがとうございま す。続いては、うん、田村美咲さんからの投稿です。うさぎの名前ベゴ&クリス&アイバン。性別、ベゴとクリスはメス、アイバンはオス。種類、すべてネザーランドドワーフ。うさぎのおめめ様、こんばんは。田村美咲と申します。今週もどうぞよろしくお願い申し上げま す。このところ文面が長くなる傾向にありますので、今回はシンプルにいたします。あ、悟った。今回の投稿はクリスマスうさぎです。ついでに次回はお正月うさぎを予定しています。今年は例年よりも寒い日が続いておりますが、どうぞ皆様方お体ご自愛くださいませ。 PS、 今回は短かったですよね、文面。もうそんな気使わなくていいんですよ。なんか言われたんですか。いいんです、もうたっぷり書いてください。そう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 、読み上げますから。読み上げます、つまりつまりで。クリスマスうさぎということで、いや、いいよ長くても説明がね、分かんないとさ、うん、それはそれでこっちは大変なんですよね、うん、こういうことかなとか言いながら喋るのが。え、かわいい、あのなんだサンタじゃない雪だるま、うん、光るんかね。光りそうな感じだよね。おう、ちょっとパッと見ではクリスかな。アイバンかな。もうなんかあの雪だるまの帽子はでかいんですね。結構ね、キューンって立ってますね。いや、でも手抜きっていう割に写真はすごいこだわってますよね。うん、全然手抜きじゃないよ。セット組んでね。クリスちゃんね、あ、ベゴ編、あったあった、名前があります。おお、3匹まとめては撮影できないんですかね。ね、やったらいいと思うよ、お正月とか。くっちゃくちゃだしね。いや、お雛様代わりにこう3匹ウサギをひな壇にとか、うん、無理か。うん、アイバンですって。わかんないよね。すいません、パッと見ではまだ。お、3匹まとめてお正月バージョンでお送りしますって。おなるー、いいじゃん。すごいね、セット組んだんでしょうね、ソファーの上かなんかに。あー、下を敷いて、うん、リースを用意して、なんだっけ、あのポインセチアを置いて、雪だるまの色も変わってるし、ほんとだ、えらい。もう旦那さんと二人で頑張ったんでしょうかね。うん、お店で撮影だって。あ、そうなんだ。もうそれがいいよね、セット組むの。あ、これもね、お店行くのもすごいよな、ちゃんとそうやってさ。ね、うん、でも、うん、そうだね、3匹連れてったって思うとすごいよね。
うさぎ星って書いてあるかな。そうなの、うさぎ星さんの俺時折耳にするうさぎ星さんです、うんうん、ふーん、あ、うさぎ星ですって。あ、そうなんだ、わかるんだね。ありがとうございます。うん、うちもやりますかね、撮影会。うん、ここのスタジオで。そうなの。やったら来るかな。来るかもしれない。来るかな、うん、有料ですよ。うん、あの、小川さん撮るの。そうね、プロの方にね、撮っていただくとかね。こういう時2年だよね。どうだろうね、うん、みんな来てくれるかな、名古屋まで。やろうやろうって、久保地さんしか来ないよ多分。萌ちゃんのママと。はい、うん、ありがとうございます。続きまして、みよっちさんからの投稿です。はい、うさぎの名前マメスケ、男の子、ネザーランドドワーフ。うさぎのおめめの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日の家でのクリスマスの様子を投稿します。初めてフルーツ盛りを豆すけにあげたのですが、フルーツ盛りですね、うん、はい、あまり食いつきがよくありませんでした、うん、なんとか手からバナナを食べましたが、後で揚げたペレットやパリパリサラダの方が食べてました、うん、でも楽しいクリスマスになりました。慣れてなかったんだよね多分、うん、楽しいわな、一緒にやるとな、うんうん、だってまだ買い始めてね、うん、1年経ったか経ってないかだからね。そうだね、豆助様って。あのライト可愛い。お腹が目立って。これってすげえ。クロスマスしてる。あれはもっとでっかい。縦だな。あ、そうかそうか。でかったな。うん。豆ちゃん、どんどん大きくなって豆じゃなくなってくるよね。清潔で買ったライト。私のランプ。あ、そうなんですか。おー、かわいい。あれ、ゴンタクみたいな。ゴンタクみたいになってる。ほうほうほうって。かわいい。リンゴもウサギに切ってるね。あれ何やろ、緑、キュウリ、キュウリかな。で、結局バナナなんだね。やっぱり果物の王様はバナナねっていう。うま、かわいい、うまって顔してる。しゃべっとんの、これ。2人だけでね、家族だけでやるよりはうさちゃんいた方が楽しいよね。あ、まさかまだ結婚してからうさぎを買ったタイプ。あ、来たか、やっぱり。やっぱり来たか、うん、やっぱそうなんですね。そうなんですよ。うん、分からないけど何の仲間を増やしたいのかがよく分かんなくなってきたね。あ、君もかだよね、ちょっと。あ、買ったタイプですって。そうなんだ。やっぱうさぎは寂しい人が買うんだね。んそうか。違うか。そうなんだ、はい、ありがとうございました。続きまして、プチコロパパさんからの投稿です。はい、今日いないですか。うん、いないですね。うさめぶの皆さん、こんばんは。こんばんは。プチコロパパ、うさぴょん、プッチコロンのプチコロ一家です。早いものでクリスマスも終わり、まだ年賀状を買ってもいないのに、うん、今年も終わろうとしています。今度年賀状買うのが遅いんじゃないですか。今年終わるのが早いんじゃないですか。今年はおめめの皆さんにお会いできて本当に嬉しかったです。あ、ありがとうございます。今後も頑張って参加して盛り上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日はいない。いる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 、よし。来年もまたいろいろあるかと思いますが、楽しく健康に過ごせればと思います。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。はい、そう、健康が一番ですよ。そうですよ。そう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 、プチコロさんもね、うん、夫婦で会いましたから、うん、
まさかここもそうです一番です Join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you feed my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history.本当にね、本物のったら変な言い方ですけど、プチコロパパさん自体もね、すごいいい方で、うん、うん、うん、いっぱいお話ししていただいて、うん、ありがとうございます。本当ね。ね、うん、うん。またお会いしたいですよね。そうですね。ぜひね。はい。はい。ありがとうございます。ではここで投稿のご案内です。うさぎのお目目では視聴者の皆様からのうさぎの動画や写真を募集しています。投稿希望の方はぜひ info@yytv.com までお送りください。投稿していただいた方の中から毎月抽選で素敵なプレゼントが当たります。他にも皆様のブログもリンク募集中です。詳しくは番組ホームページの投稿フォームを参考にしてください。皆さんの投稿もしています。お待ちしてます。うさぎのお目目では Facebook や Mixi を設置。 Facebook でも投稿していただいた動画や写真を紹介しています。皆さんも投稿してどんどんうさぎの輪を広めていきましょう。はい。友達紹介キャンペーンを開催しています。あなたのうさともさんを誘ってぜひ番組までご投稿ください。投稿していただいた方と番組を紹介してくれた方両方の方に素敵なプレゼントを一組に差し上げます。はい。これまだね受け付けてますよ、うん、そうですよ。うさぎのめめでは皆さんとテーマを決めてお届けしたいと思います。今回のテーマは引き続きうさぎのお目目についてです、はいはい、番組への応援励ましなど皆様からの温かい言葉をお待ちしております。まあ、要は悪口は受け付けないと、うん、いいことだけを送ってくださいって。ちょっとならいいよ悪口はちょっとだけならね、うん、傷つかない、傷つかない感じでね、うんうん、送っていただければ、うん、はい、はい、冬休み中というか年末年始もね投稿は受け付けてますので皆さん、うん、どんどん送ってください、はいはい、それでは、うさぎのイベント情報をお伝えしたいと思います、うん、12月22日土曜日に東京にてサンタクリスマスボリューム2が開催されました、うん、当日は雨にもかかわらずめげずに皆さん足を運んでくださいまして、うん、誠にありがとうございました、うん、すごくかわいいフードメニューに演奏会などの豪華ステージイベント仮面ライダー V3 の宮内でいいのかな、うん、宮内ひろしさんね、ひろしさんねもゲストに登場して盛り上がりました。はい、皆さんゲームやショップコーナーをとても楽しんでいただき、またうさぎのおやつバイキングではうさぎたちも大満足してくれました。サンタクリスマスボリューム2については後日番組でも詳しく紹介したいと思いますので皆さん楽しみにしててください、うん、なんで V3 アーの人が来たんだろう。うさぎ好きなのかな。なんでしょうかね、わからないですけど、ちょっとそこの、うん、その辺はなんかあんだろうな、うん、主催者の方に聞いてみないと。お知り合いっていうことかかもしれないってことか。いや、うさ、もうどうなんですかね。は
い、うん、楽しみにしててください、うん、はい、はい、そしてうさぎ作家についての情報です、うん、うさぎのステッカーシール雑貨を制作販売しているラパキデザインから、うんうん、オーバンステッカーシールを3名様にプレゼントします。今回のデザインは横タイプ、シンプルでかっこいいデザインとなっています、うん、これですね、はい、うん、横タイプ、横タイプ、うん、こちら3名なので、うん、はい、皆さん楽しみにしててください。はい、またアトリエうさこからはウェブショップがオープンしました、はい、うん、アトリエうさこのウェブショップのうさぎ宝飾店です、うん、世界に一つ自然が作ったうさぎ型のアクセサリー、うん、大切な人へのプレゼントにいかがでしょうか。アトリエうさこのウェブショップのうさぎ宝飾店は、Facebook からもお楽しみいただけます。名前がいいよね、のうさぎ宝飾店、名前がいいですよね、うん、はい、うん、ね、まあ、大切な人へのプレゼントに、あ、俺いかがでしょうかってこう宣伝、大切な人ってなんで探すの皆さんもね、うん、ちょっと遅れたクリスマスプレゼントとかにね、大切な意味が深い世の中考えてはいけないこともあるんだ、そう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 、もやっとしたままでもいいことはあるんだよなんてこった、はい、こちらもぜひ遊びに行ってみてください。はい、では今日もねちょっと延長しましたが、うん、はい、ではでは最後の2012年最後のちょっとウボちゃん、あウボちゃんごめんね、あ、そうですね、そしてですね、次回の放送は2013年の1月10日木曜日20時からを予定してます。次の様子もそうです皆さん覚えててくださいね、はい、はい、ではでは天子の方行きたいと思います、はい、先輩私にちょうだいって何、あ、あ、大切な人優しいな、まあ、別に大切じゃなくてもプレゼントしていいですからね、あれよいしょ、優しいな、そうなんです、10日です、2週目からになります。じゃあ今年最後の天子行きますよ、おう、ミスがないようにね、も漏れが、うん、じゃあ行きます、頑張れて返事してくださいね、あ、あずさん、はい、広さ、さん、はい、ケイティさん、くぼっち、あきパンダさん、みよっちさん、はい、萌ちゃんのパパ、もんたろうさん、にこさん、たかすさん、はい、これ誰だこれ、田村美咲さん、まり、はい、さん、はい、博多の白うさぎさん、うずらさん、はい、ドナルドさん、とプチコロパパさん、プチコロパパ、はい、ふうくんのパパはいないかったっけ、いなかったような気がしなくもない、みんな、あ、なんか外人の人入ってなかった、入ってた、ね、入ってた、名前見てないんですけどね、なんかケイティさんが一生懸命応対してくれたなんとかバックって書いてたあー、そう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 、なんかちょっとねチャットしか見えなかった、そうそうそう、はい、なんか外人の人はい、はい、本日もたくさんチャットに参加していただきありがとうございました。次回の放送は先ほども言った2013年1月10日、うん、木曜日20時からを予定しています、うんうん、年末年始も投稿を受け付けていますので皆さんお気軽に参加してください。投稿いつもね投稿受け付けると投稿ありがとうございましたっていうメールを送ってるんですけど、それはさすがに年末年始はないですが、普通にうさごはんさんいたんだ、うさごはんさん、はい、投稿は全然送っていただいて、うん、大丈夫です、うん、はい、皆さんからの投稿お待ちしてます、うん、はい、それでは2012年もありがとうございました。来年もこの時間この場所でお目目にかかりたいと思います。それでは皆さん良いお年を、バイバーイ。